M2 MacBook Pro 買おうか迷ってるんですよね。ということで今回の動画の内容はこちらのね13インチの M2 MacBook Pro を買おうとしている理由と、あとは購入するカスタム内容の紹介で、そしてこちらの M2 MacBook Pro のメリットデメリット、そしてどんな人にお勧めできるのかっていうのを今回は紹介していきたいと思います。やっていきましょう。まずこちらの M2 の MacBook Pro を買おうとしている理由なんですけども、第一にね、いち早く M2 を試したいっていうことがあります。M2 MacBook Air と M2 MacBook Pro 出るんですけども、M2 MacBook Pro は6月24日。で、M2 Air に関してはまだ発売日もね、決まってないので、もう早くね、買ってレビューしたい。まあ、レビュー目的っていうのが一つ目。で、そして二つ目に関しては、今ね、現在 M1 Pro の MacBook Pro をメイン機にして、で、サブ機、まあ、ベッドでゴロゴロするときとか、M1 の MacBook Air 使ってるんですけども、もうその M1 の MacBook Air を売って、まあ、サブ機を M2 の MacBook Pro にしようかなと思って考えてます。まあその2つ掛け合わせてる感じですね。で、M1 の MacBook Air に関しては、メモリ 16GB でストレージが 2TB だったかな?どっちかなんですけど、サブ機として使うには 1TB も容量必要ないので、まあ今回ね、こっちに買い替えようかなと思ってます。で、あと今後なんか編集頼むとか、そうなった時の場合に、こっちのね、M2 の MacBook Pro、こちらをね、貸してやってもらおうかな、みたいな、そういうことも考えてます。まああくまでサブ用途っていう感じですね。じゃあこの13インチ MacBook Pro はどういうカスタムで買おうとしてるかというと、シルバーとねスペースグレーあるんですけども、まあ、正直どっちでもいいかな。とりあえずねシルバーが好きなのでシルバーを買おうかなと思ってます。でシルバーで上位モデルと下位モデルあるんですけども、下位モデルからやっていきます。でちなみにねこれ納期最初はね6月24日だったんですけども、今ねちょっとだけ遅れて28日になってます。まあ、ただ僕はね店舗で買うんでここは関係ないですね。で一番下のモデルから選択してって、メモリ 8GB16GB24 あるんですけども、今回は 8GB、 一番下のね M2 の MacBook Pro でどれくらい動くのかっていうのをちょっと検証したくてこっちにしてます。でストレージに関しても 256GB、 まあ、サブ機なんでねストレージもこれぐらいで全然十分です。ちょっとした動画編集ぐらいだったらね、まあ2頃でも意外とできたりします。で続いてキーボードに関してはサブ機で使うんですけども、やっぱりね US で今回購入しようと思います。 US だとね納期が7月4日になってるんですけども、実店舗だったらね在庫っていうのはあるので、まあ、実店舗でね当日在庫で買おうと思います。でこれ US キーボードのシルバーがなかった場合っていうのは、今回ねスペースグレーで買おうかなと思ってます。あくまでねサブ機として買うので、まあ色はどっちでもいいかなっていう感じで、これで価格が178,800円、まあ最安価格ですね。まあでも言うてこれでも高いよね、18万は。で今回迷ったんですけど、多分買っちゃうんじゃないかなと思います。レビューもしたいし、 M2 いち早く試したいし。でこれが購入する理由とカスタム内容ですね。続いてね、こちらの M2 の MacBook Pro のメリットとデメリットっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。まずメリットとしては、やっぱり M2 チップですね。M2 チップ乗ってるのをいち早く使えるので、M2 チップをいち早く検証したいとか、そういった方はね、結構メリットになるんじゃないかなと思います。で、そして二つ目といっては、なんといってもこれですね。アクティブクーリングシステムを搭載。まあ、今回ね、ファンが搭載されてるので、まあ、長時間重い作業とかをやっても、サーマルスロットリングが起きづらくなってるので、性能低下が起きづらいよと、そういったものになってます。 CPU とか GPU に常に負荷を与え続ける作業っていうのは、このクーリングファンが嬉しいポイントなのかなと思います。で続いて3つ目が20時間使えるバッテリーなので、 MacBook Air と比べて2時間長いバッテリーになってます。ただね18時間でも十分なので、あんまり感じられる人は少ないのかなと思います。であと最後のメリット4つ目がこちらですね。タッチバー搭載。タッチバー好きっていう人はねそんなにいないと思うんですけども、一部からはね結構使いやすいって言われてたり、あとはベタータッチツールっていうアプリを使うことによってかなり便利に使うことができます。ベタータッチツールのね解説動画を概要欄にリンク貼っておきます。まあ、それを使うことによって、例えばね動画編集ソフトでカットっていう文字を入れてボタンを作る。で、あとはコピーとかペーストとかね、そういったものを字で表示することができるので、まあ編集初心者とか作業初心者の方に頼む時も分かりやすくね表示させることができます。これがね一番のタッチバーのメリットかなと思います。初心者こそタッチバーみたいな感じですね、個人的には。まあショートカットキーね使った方が普通に早いんですけども、初心者は分かんなかったりするので、このタッチバーが便利になってる感じです。っていうのがメリット。続いてねデメリット。
ットいきましょう。デメリットに関しても結構あるので、まあ、1個ずつ紹介していきます。1個目が筐体のデザインが変わらないこと。これね、かなりネックだと思います。なんか新しいものを使ってる感が出ないので、まあ新しさっていうのはないのかなと思います。続いてデメリット2つ目、ここウェブカメラが 720p、新しいね、M2 の MacBook Air は 1080p になってるんですけども、今回のモデルは 720p なので、ウェブカメをよく使う人っていうのはあんまり良くないのかなと思います。続いてデメリット3つ目はこちら、スピーカーが2スピーカーになってます。13インチ MacBook Pro も音質悪くはないんですけども、やっぱりね、今の14インチの6スピーカーとかと比べるとね、音質っていうのはあまり良くないので、ここが結構残念かな。18万ぐらいするんだから、やっぱね、4スピーカー、M2 MacBook Air と一緒のものを搭載してほしかったなと思います。続いて4つ目、重量が重い。1.4 キロあります。新型のね、M2 MacBook Air は 1.24 キロなので、約 160グラム。13インチ MacBook Pro の方が重くなってます。そこがちょっとネックかな。で、あとは気になる人は気になる、空張りがね、シルバーとスペースグレーしかないっていう点。まあ、そんぐらいかなと思います。それが M2 MacBook Pro のメリット、デメリット。最後はね、どんな人におすすめできるかっていうのを紹介していきます。さっき紹介した通り、初心者の方とか、あとは友達とか、このパソコン自体を渡して何かをやってもらうっていう方、そういった人には結構おすすめなんじゃないかなと思います。なんでかって言ったら、やっぱり立場、概要欄に載せてる動画見てほしいんですけども、ここにね、カットのボタンとかね、いろんなショートカットキーっていうのを立場にね、ボタンとして出すことができるので、まあ、ショートカットキーを覚えられない人とかでも効率的にね、編集とか作業とかそういったものをすることができます。そしてね、アプリによってはもともとね、タッチバーにショートカットキーとかロゴとか画像で分かりやすくね、表示するものもとかもあるので、まあ、ワードエクセルとかでもね、そういったものが表示されて分かりやすくなってるかなと思います。ちなみにファンクションキーとして使えないじゃんっていうか、結構ねコメントとかでいるんですけども、ファンクションキー F1、F2 とかを使う場合はこのファンクションボタンを押しながら押すことによってできます。なので初心者の方こそこの M2 MacBook Pro で、そして続いてはやっぱり長時間 CPU とか GPU に負荷をかけて安定して動いてほしい作業をしたい方向けかなと思います。まあ、例えで言うと、あんまりねその負荷をかけ続けるっていう作業ないと思うんですけども、まあ、OBS の配信とか設定によっては CPU 負荷 100% いくぐらいのね負荷が OBS 配信とかかかるんですけども、そういった場合はねファンついてる方が安定するのかなと思います。まあ、ただハードウェアエンコードとかにする設定もあったり、 OBS のプリセットをちょっと下げて負荷を下げるっていうのにすると、別にねその辺も問題なく僕はできてた気がします、 M1 の時。なのであんまりねファンが必要な作業っていうのはそんなないんじゃないのかなと思います。あったらね、よかったらコメントで教えてください。まあ、そんぐらいですね。 M2 を早く試したい人、初心者の人にちょっとこの作業やってて頼む人と、高負荷な状態が続く作業をやる人っていう感じです。まあ、ただね、この13インチ MacBook Pro でそういう高負荷な作業をやる人っていうのは、下のモデルからカスタムしてもメモリはね、まあ、最低16選ぶと思うし、ストレージに関してもね512とか 1TB 選ぶと思います。そうなった時に価格が26万円とかしたりするので、それだったらね頑張ってこのね14インチ MacBook Pro の方を買った方がいいのかなと思います。14インチ MacBook Pro の方が、まあ、ファンもあったりスピーカーも高音質だったり、ウェブカメも 1080p、 あとはミニ LED ディスプレイ搭載してるし 120Hz だし、メモリも標準で 16GB 搭載してるし、それでいて274,800円なので、まあ13インチの MacBook Pro をカスタマイズする人に関しては14インチ MacBook Pro の吊るしとかを買った方がいいのかなとは個人的に思ってます。てかすごいね中途半端な感じなんですけども、まあ、M2 MacBook Air がね出るのが遅いんで、僕は M2 MacBook Pro を買ってデビューする。でそして、まあ、サブ機として、ね、吊るしモデルを使っていこうかなと思ってます。まあ、M1 のね MacBook Air とも比較するんで、その動画もぜひ楽しみにしててください。こんな感じでね、最近は M2 の動画とか Apple 系の動画出してますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。以上、バイバイ。